さあ今回は北欧が舞台のローグレカクションゲームアスガルズ・フォール・オリジンズ、以前ね何度か遊んでますけども、最近大型アップデートがありまして、スキルがね進化するようになったらしいと。これだいぶ大きなね更新なので試しに行きましょう。難易度1段階だけ上げましょうかね。こんくらいならまあいけるでしょう。さあこのゲームはね、スキルを取っていって、雷とかね、物理とか、いろんなものを集めていくんですけど、今まで基本的に、同じ属性で固める方が強かったんですが、例えばこの稲妻ダメージ。なら稲妻ダメージアップの時に全体が上がるんで、これ最初ちょっと重要なわけです。どれをね、取ろうかなと。で寒さが弱かった気がするんで、ちょっとここは、雷かな。雷進化させてみよう。でまず範囲ダメージ入れまして、でこのレベル上げると進化するのかな、全部進化するって特に書いてなかったんですけど、で敵をね倒して得たこの資源でこう強化していく。で左にいろいろ書いてありますけど、この稲妻ダメージ上げればこのスキルダメージが上がるので、ここの選択が重要ですね。振り直すこともできますけど、アーマーと攻撃速度、この2つ欲しいが、お、足りますね。こうかな。あそこで、後々雷を引きたいと。で、この落ちてる赤いやつが、さっき使ったやつね。お、こんな敵いた、スライムなんて。遠距離攻撃ってなんか羽の生えたやつだったと思うんですけど。おー、でないか。振り直し使います。もう一回。おい、頼むぞ。頼むぞ、頼むぞ。来た。イグゾラシの衝撃波。これ電撃の弾が飛んでいくやつだね。でちょっと食らってますけど、大丈夫かな。さあ、あのスライムは積極的に潰していかないと。お、攻撃速度。稲妻ダメージ。回避率は現在 3% か。取りましょう。これ電気ダメージ上がりまして、集めないといけないね。二属性くらいならいける気がするけど。まずは進化狙いたいんで。今持ってるの集めたいですね。いや、この斬撃初期攻撃に対してはね、別にスキルじゃないんで。後から入れるこの5つのところが重要と。回せ。トールのハンマー。できる限り稲妻でいきます。で、リンゴは回復なんで、取らないでいいかな、まだ。さあ、敵のタイプがちょっと変わってそうで、ボスの行動パターンも変化したみたいですね。ダッシュ量。うわ、これ欲しい。で、クリティカルとダッシュ。クリティカル、2つか。確率と、そのダメージの乗数。あれ、回すこともできるんで、だ雷が欲しくなったら、回そうかな。今のでも全然いいのが出てるんで。さあ、ちょっときつくなってきたね。グングニル爆発する槍ですね。さあ、奴隷も今進化の兆しはないかな。全部1レベルです。どれ上げるのがいいんだろう。この雷の衝撃波がいいかな。お、
で、ショック率っていうのが、物理が出血、炎が発火、寒さが冷却なんで、このショック率は、ターゲットが受けるダメージを増加させるというもので入れましょう。で、HP も上げようかな。稲妻3出てるんで、悪くはない。かな。で、ここはもう稲妻メインで上げていきたい。3はでもそんな高くはないんで、次あたり回してもいいかもしれないね。ここでね、他の入れるメリットが全くないんで、あ、これ強化か。よし、入れます。ハンマーだね。敵体力多いらしいけど、まあ全然大丈夫です。で、上の時間16分35秒生き残ればいいんで、まあ順調じゃないですか。あ、稲妻出てますね。今9、まあ出る分には回さなくていいかな。回す方が逆になくなっちゃうんで、出てない時に回して確実に上げていきたい。まあ関係ない発火率とかも出るんでね、なかなか出づらいと思うんですけど、さあ敵がちょっと多いな。テュールの怒り、雷ボールが速くなると。あと一つ早めに入れちゃった方がね、選択肢的にはいいと思うんですけど、なかなか出ないね。さあ、スライムの攻撃はなかなか強い。直線に素早く攻撃してくるんで。で、妖精みたいなね。まあ、悪魔かな、どっちかっていうと。飛んでるやつが、あの範囲攻撃みたいなことをしてくるんで、両方対応していかないと。さあ、振り直しいきます。お、クリティカル。うわー、ショック率。いいっすね。雷関係も増えまして、ショック率ね。回復しながら、さあエリートウェブ、これ敵が硬くなるのでちょっと大変、生き延びないと。さあ2レベルが3つ、この上げ方良くないな。なかなか良くないですね。狙っていきたい。1個なんか埋めちゃおうかな。でもダメージ相当差がつくんで、他の入れちゃうと。雷しか上げようと思ってないんでね。ちなみに上の多分あのアイコンの時間に、なんか来んのかな？真ん中がでかいのは何なんだろう。最後にボスで間違いはないと思うんですけど。この間強いのしか来ないんで、まあ、倒しながら逃げながら。時間でね、終わりますから。回して、寒さ10とか出るんで、今のの稲妻が出れば、ちょっと使いすぎかな。1回 HP とか食率この辺でいきます。今のように結構出ないんでね、なかなか集めるの大変です。まあ、回す値段もねかかりますから。なんだ、キノコ戦士。ん？なんだこいつ。まあ同じようなパターンの敵も増えてますね。前このゴブリンくらいだと思うんですけど、ザコは。小さいの。あ、なんか蜂みたいなやつもいる。
だいぶ敵増えてますね。パターンはあんま分かんないけど。今エリートウェブ終わってますが、なかなか辛い。グングニル強化まあ使いましょうか。ちょっと他の猫とにこのコスト使いすぎてるんで、ちょっともったいないね。まあ何年目から取ろうかな。なんか2-3とかね、分けてたらいいなって思うけど、4-1だと1の方上げようと思えないよね。さあ、影に潜む遠い影。まだボスは早いね。ここなし。ショック率あるけど、他がなさすぎる。クリティカル率今 10% で、助数187。あってもいいけど、回せません。ひらめ13、14、13。こういうのが欲しいね。ショックでいいか。さあ、なかなか出ないです。もうショックはすごいよ、多分。なんか死神的なキャラもいますね。バリエーションがすごいな。ここに来てダメージが足りなそう。火とか何でもいいから入れようかな。そうなると火が出た時にうまく取らないといけないんで、進化できたら今全部2なのでどれも進化が近そうな武器はないと。バランスよく出すぎてますね。まあこれかな。ボールが上がったのか。さあ、あの群れを倒したいけど、なかなか攻撃できてない。次稲妻ダメージ取らないとすごい自利品な気がするね。まあスキルの強化してもそんなダメージ増えないんで、属性のとこ取らないと話にならないね。ボールいい感じに当たっているんだけど、ここでエリートウェブ来たらもう倒せないぞ全く頑張ってくれ。そのこういうの出るのはいいんだけど、出血稲妻8、今悪くはない。あ、出血いらないね。稲妻8、ここで10、例えば22ダメージのやつが次で見ようか。25ダメージと3ダメ上がってます。10倍以上上がってるんで、8でね、10倍以上上がってるから大きいね。で10なんかが出てればね、よかったんですけど、持ってるとこに出ないと。でもだいぶ効くようになったから、全体的に多分上がってるんで、ここに何かしら進化入れたいけど、やっぱ左2つかな。ハンマーはなさそうな。わっ、さあボスです。あ、で技でも来たわ。トールの噴撃、ランダムターゲット、その周辺に稲妻を落とす。この大群であのボスか。辛いな。かわせた。今一発なんか食らってるけど、食べ体力出てますけども、なかなかね。
前に行けばいいのか。合ってるのかな。より食らってる気がするんだけど。さあ、新しい攻撃パターンのもう片方の手がちょっと辛いな。これにいたら当たんないんじゃないの、めっちゃ端っこにいれば。でも追い詰めてくるね、もう片方の手が。これ左上に行くべきかな。やばいやばいやばい、かわせたか。よし、でもザコがうざい。かわしたとてザコがいますね。これまたかわせないんじゃないか。よし、こうだね。あのザコの当たりでも早くしよう。オッケーオッケーオッケー。早めにかわして攻撃しちゃった方が良さそうな気がするけど、変なとこから来るね。あれ今うまく、あ、稲妻13ナイス。攻撃速度と合わせましょう。これ38ダメ、だいぶ上がりました。22から38、さっきのところで言うとね。こいつ硬すぎでしょ。ようやく半分くらい。この間にも進んでるので、ちょっと狙っていかないとまずい。ボスに当たったのか今。いって、ここでボス狙って、あいつの本体見ながら、この痛い痛い痛い。さあ結構減らせてはいるけど、もうちょいもうちょい。パターンは少ないですけどね。もうちょいもうちょいもうちょい、いいよ。これ欲張らずに、ここまで削れたんでね、なんとかなるかなと。レベル上がんないですね。お、倒した倒した。失礼。これあげてもな。あ、くすぶろな、効果、そっか、交換があるのか。グムディルに。テュールの怒り3、2か。この、衝撃波が欲しいなと。こっちもいいや。時間あるかな？進化とは聞いてますけど、なんかその、強化が、33221と。雷ダメージ上げたんで、だいぶザコはやりやすくなってますけど、オーナーバイキングですか？バイキングっぽいの来てる？いや、だいぶ増えましたね。普通にアップデートしてもいい感じです。ボスは増えてなさそうだね、ただ。あいつ、パターン変わってるんで、前はね、敵の強化と攻撃だったんですけど、強化なくなって攻撃だけになったね。まあ、さっきので強化されてたら死んでたかもしれないけど、攻撃はパターンさえ分かれば、2パターンしかなかったから、簡単ではあったかな。あぶねあぶね。攻撃、ちょっと雷欲しいです。もう一回だけ。アサムさん。
出ないとやっぱ辛いです。痛い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 。まあ、1点なんです。ああ、ここでエリートウェーブ。ここのエリートは辛いよ。まあ、動物の代わりにバイキンが突っ込んでくるようになったんだね。やられはしなさそうだけど、やることもなかなかできてない。敵を群れさせればこのボールで倒せますから。ここはちょっと確実に狙ってきて、ハンマーになる。ちょっと3-3のどっちかを回したいですけど、来ましたね、テュール。それで4回すのもだいぶ高くなってきたんで、あれやっちゃうとパラメータ強化ができなくなっちゃうかな。572しかない。これ1000ちょっとはないと。ここ耐えればとりあえずあとボスだけなんで。ボスあるよね。右端なんもないですけど、真ん中だけだっけな。上のアイコンだけ見るとそういう感じですが、終わった？終わったね。まあ普通に硬いですけど終わったとて、ダッシュ数もう一個取ればよかった。途中リロールで消してましたけど、2回じゃ足りないですね。うまく使い分けているけど、ノーイナズ、まあ1回くらいしか回せないんじゃない。これは物理16は、あ、でも稲妻5、悪くはないかな。45ダメ、46ダメ、あんま上がんないなダメージ的に少ないのかな。グングニルが一番高い。ただこの雷範囲なんで、この範囲でこのように十分と思うんですけど、あと何レベル上がるんだろう。3レベル上がるんなら頑張ればこの雷の範囲のやつは上げれなくはないかな。ボールもいけそうか。ああ押し潰される。ちょっと敵溜まってきましたね。あと2分。これはもうあれか、物量か。トールハンマー、いや、ない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 、いや、たっけー。ボールはどっちをってにしようか。上がりきらない気する。残り2分さあ、あのスキルにしかこの、ね、血を使わないなら全然いいんですけど、パラメーター強化のメインはここの血なんでね。あんま回しすぎて進化狙おうとするとパラメーター不足になってやられちゃいそうで、バランス的に難しい進化が。そこだけ狙えばいいゲームじゃないかな。まあ、しかも回しの割にね、稲妻出てないし、ちょっと運がついてないですね。そこはまあまあなんとかなってはいるかな。やっぱ雷ボールいいですね。4レベルはなんとか来たけど。ぶつけろ、あの中心にぶつけろ。27%、もうこれか、これだな。
たけえ。たけえたけえ。やっぱ、足んないね。まあ、いいの取れば、高くはなるんで、それは当然ですけど、そのいいのを複数取れる方がいいわけで、ダムダに回してる分がちょっと響いてますね。100とか使ってるから、1回。多分1000何、2000くらい多分無駄に使ってるんで、それだけパラメータ上げれてない。いけいけいけ。引き寄せてボールいった。倒せていなくはないか。おー、なんだろう、見たことない敵が。シンボスか？シンボスよね、あれ、どう考えてもね。死んだ。なんで？なんで死んだ、今。ゲームオーバーなんですか、これで。何で終わったかが分かんないんだけど。ダメージはイグドラシルがやっぱ一番強いですね。桁が1個抜けてます。今の戦火なんですか？さあ、クリアなのかもわかんない。ゲームオーバーであるんだけど。何石なんだろう今。ちょっともう下げて、もう一回やりましょうか。で、こう、雷のとこ多分そんな降ってないんで、属性的に、向いてなかった感があるかな。で、炎アビリティ引きやすくして、ちょっと炎いきますか。これで進化が近いんじゃないかなと。最後の感じでいくんですけど、最後、ちょっと難易度下げてみて、戦いなのかな？なんか戦いじゃなさそうでしたね。もう有無を言わさず殺してきましたけど。どっちが強い？まあ、ファフニーでいきますか。ボワー。これじゃないか。どうだろう。引きやすくする忘れてましたね。発火、まあ、悪くはないかな。あ、足りない。じゃあ、こうかな。ダッシュ量は重要で、3回欲しかったですね、さっきね。さあ、ボスをただ見てたら死ぬっていう。もう一回やってね、また死ねば死ぬんだろうってわかるんですけど。まあ、時間耐えて出てきたやつにやられてるんで、多分終わりでさそうですけど。なんか滑る斧で、さっきの感じ、武器の進化めちゃくちゃ難しくないですか。最後で43221かな。で、64321でしょ。ほとんど入れていかないと難しいな。ちょっと今回パラメータより回す方で取った方がいいのかなと思いまして、どれ進化させるか早めに決めたいね。何でもいいから進化させてみたいんで、もう斧が次出たらもう斧でもいいですし。息か。ここはでも集めるからのまでも、これ進化したら面白そうな気はするけど、範囲がな。この範囲よ、この範囲。当たんなくはないけど。あ、敵は若いっすね。50% でかいね。痛いですけども大丈夫と。あ、経験3波、これでかいな。59。あー、小さいね。まあ、色味的にそうか。あ、経験 10% 移動でいいかな。これ経験値得ていけばいいのか。さっき出たあれ見てないですけど、レベルが上がればね、取れますから。巨人の歯、
まあ、炎出やすいね。どれかな、一応この炎ロバがいいんじゃないかなと思うんですけど。多くの敵に当たりそうな武器の方がいいですよね。あ、経験値ね、経験値クリティカル。序盤に経験値入れとくのはだいぶ変わってくると思うんで、この展開がさっきと違うね。ノー炎ファフ、あー、ファフニール行きますか。巨人の歯39ダメ、36ダメ。これちょっともう決めちゃいたい、進化させるやつを。これにするか。この槍。短いかな。なら、この炎の息の方でいい気がしちゃうけど。いや、もうこれ決めよう、決めよう。複数が進化するぬるいシステムじゃそうなんで、よし、火ダメ、攻撃速度。ある程度囲ましてあげた方がいいかもしれない、さっきよりも。炎じゃない、炎ルーン。自分の位置に敵が触れて爆発するルーン。あー、これで揃いましたね。あれを踏むと爆発すると、トラップカードですね。これが炎系で、雷結構遠距離が多くて万能な気がするんですよね、これ見ると。火ダメ、アーマーかな。上がりまして、でも息めっちゃ上がった。68ダメ。あ、でもこれも72ダメあるか。 OKOK、 数増えるかな。3体よし、来てます、来てます。3レ、おお、来てます、来てます。トラップカードですか今。何に反応して今敵増えたんだ。エリーといえばもうちょいですけど、ちょっとやっぱ経験値で増えてますね。あ、ダッシュにクリティカル。4回か。まあこうクールダウンの長さで回数を把握する。で、4分の1で1回飛べるんで、そうですね。ちょっと待って、炎稲妻にしますか。炎竜巻か。大きい型よりはいいよね。これで遠距離型を一つ得ました。うん、斧とかはもう実質近距離みたいなもんだし、投げてやりますけどね。やり上げてもいいな。まあでも順番かな、今結構使っちゃったんで。今のあの強化の回数もそんな多くないんで、最大限の取り方したいよね。さあ、エリートエール。この類いらないよ。よし、来た。数が増えるで4レベル。さあ111141と、これで上がってもしあげるならもう一個行きたいですね。さっきも全部で123ってんのかな。434321だっけ。ちょっと10いってないですけど、スタートが1なんで。うん、ちなみに HP 再生は4。
回避収集、あでも高いな。火ダメでいいか。火ダメ HP 再生ちょっとずつ残しながらね、行けば回せるかなと。割と必要なパラメータだけ取って、クリティカル控えめにね、まあ、なくても倒せそうなんで、その分は武器を引くのに使って。あ、グングリル見た目がね似てますけども、223。もう1回だけ来た。よし、数が増えてるだけだな。ご飯5回分か。ダメージ134、一番高いんでダメージも上がってそうでありますかね、さすがにね。さあ進化見えてきてます。あ、経験値いいね。経験値だけでいいや。さっきより強さ面でいうと炎ほぼ上がってないと思うんですけど、まあ、スキルツリーで上げてはいるんで、多少はね稲妻よりは振ってるんで、スタートから強いっていう点は違いますけど、まあ、敵軽いですからなんとかなりますよ。来た、ここで6になったよ。あ、であれあれでいいの、もうすぐいける。エボリューション進化巨人の歯。おお、すごいすごい、もう全然違う武器になった。もう全然、何巨人の、何これは。巨人のメイン武器じゃない、ただの。進化だいぶすごいですね。そんなすぐいけるんだ、めちゃくちゃいいじゃないですか。いや、さっきもこれがあればな。これ物理と関係ないよね。経験ちょっと炎出ないな。もう一回だけ、いやー、もう一回だけ。スキップしたろうかな。取るものがなかった今。いや、あそこのピックがうまくいかないともうちょっと嫌ですね。もう強いな。いや、これ火ダメ欲しいね、これね。せっかくこんだけあるんだから。何を考えてるんだろう。ちょっとインフェルノ行きたい。あ、でもこっちでもいいか、別に。この炎の息、これめっちゃ範囲短いですけど、進化したらこんな感じでね。さっきの巨人の歯も全然攻撃範囲短かったですけど、進化したら変わったんで、進化したことによってめっちゃ強くなる武器はありそう。もともと強いこのスルトのインフェルノとかね、まあ、これ進化しても強そうではありますけど、割と早くいけたな。全部使いましたけどね。経験値大事だね、上げないといけないか。来た、火ダメ。これで224ダメ。でも他も100超えてるんで、さっきのダメージだとしたら低すぎないですか。レベル上げ方をとはいえ全部1だもんね、まだね。1で100ダメあるんで、だいぶ差がありますけど。炎、あ、でも51もあるんだけど、あれ。いつの間にそんな上がった。あれか、スキルでも取って上がるんなら稲妻も上がってたはずで、火ダメ51ありますね。これは強いわ。あ、巨人の浜で上がるんですか。ダメージ修正が 30% も上がる。228が270。超えるんだね。じゃあ進化させた武器をもうめっちゃね、極めてもいいんだ。この66だと6上限説出ちゃいますけど、そうじゃないんだね。いや、これはまあ、じゃあその1本でいい気するな。2本いけるかも。なんか微妙な感じですし。まあ、一応狙いはしないかな。どうかな、狙ってみるか。後半の方が一応経験値多いはずなんで、まあ、でも上がりづらいかな。とはいえ。いつこんな出てたんだろう。
あんまじゃ取らなくても良さそうですけど。300ダメ。火力段違いですね。13とかを何回か取らないとこんないかないんで、スタートが高いんだね。スキル杖ちょろっと振った分でそんなに差が出るのか。するといや一応もう1本でいきたいね。ないな。来ました3。前の内容自体どうでもいいです。進化するかしないか。ダメージ上がってほしいけど、進化してくれれば。今多分ね、ファフニールの息はほぼ当たってないと思うんですよね。まあ斧とかもそうだろうと思うけど、もう巨人の破信化版に全て吸われてそうで、ダッシュワニめっちゃでもダッシュあるんですよ今。発火経験値ダメ、あいいね。 HP もアップ。これヒラメが、72、ヒラメ72で397ダメージ。ファフニール203、スタート30なんかだったっけ、もうちょっとあったっけ。いやもう一瞬よ。じゃあもうめちゃくちゃ、ほらめちゃくちゃいってます。まあ、さっきのが 50%高かったとしても関係ないのよ。眠れもう眠れ、時代終わりだわー。でもちょっとさすがにあげますね。あ、めっちゃ出る。ダメージしか上がんないんだねダメージだけが出続けてるんで、進化したらダメージでもよりよりすごくなっていく。頼もしいですね。まあ、数でも全然いいんだけどね。これ早くなる。でファフニールあと2です。上げた瞬間出てたんで多分2は全然いけると思いますね。この72出しっぱでもいい気するななぜこんな高いのか。インフェルノノバ、あちょっときついか。じゃあ1回取ります。さすがに左下が1回400とかだと回せないね。炎が出やすいんで確率的にあるんですけど、それ全部使っちゃうのはもったいなくて、まだ経験値上げるなら上げたいですし、でも強いね。いた。物理系も進化させてみたいな。まあ雷もしてないですけど、まだ簡単じゃないね、進化させるのが。あ、物理か。まあ、ちょっと控えめに回しましょう。こうでいいかな。こうでいい体力は上げないでいいです。さっきも言うてボスで死んだだけで、ボスなのかも分かんないけどね、あれがね。雑魚狙われてませんから全然553の HP で足りてます。じゃあちょっとさっきのは温存して、ここでまた貯めたんで回して、そしたら400くらいまでは使ってもいいかな。1回のリロールで。それ以上ちょっと割に合わないかな。ただまあ2レベルなら絶対上がるんで、取りますよと。炎の場じゃないの。出るノバめっちゃ出るけどな。うん、1回だけ9レベルいや違う、そうじゃない、取りたいわけじゃないんです。別に強いられてるんです。これ炎の場ならもう上がってたんじゃねってくらい見てますけど、
でもね、こっから上げていくのは無理だと思うんですよ。あと2とあと5は全然違うんで、まあ、それがね、積み重なれば、結果的にはってなりますけど、まだまだ次出るでしょうか。ヒーヒーでいいや。安く抑えてね。655ダメ。もうダメージが違いすぎますね。まあ、30パー3回取ってるんで、その時点でもう100パーぐらい上がってるから、群を抜いて強くなるのはしょうがないか。やっぱでも進化させてダメージしか出なくなるんなら、そこを狙っていくのが一つの正解な気するね。他のレベルアップの時に数が増えるとか、クールダウンが速くなるとか、まあこれも 30% 出てますけど、ダメージが出るかって言うとそうでもないんで、なかなか。今ファフにいる初めてだと思うんで、最終的にダメージが上がるようになるのかな？ここからダメージだけになるみたいな。そんな感じなんですかね。かつて出てたものがもう出なくなったんで、うわーね、いっぱい来るね。いっぱい来るけども、大丈夫と。数多くない？こんなもんか。あ、クリティカル 30% すご。ダメージか。5% しかないね、でも。あ、炎発火、発火率。発火持続的ダメージなんですけども、もう殴り殺してるんで関係ないんじゃないかな。これで756ダメージ炎は92。さっき雷どんだけいってたんだろう、ちょっと把握してないけど30ぐらいじゃないですか。あって50とかかな。でもダメージの数的に全然違いますからね。なんなら4いけそうだし、4桁ここで行っちゃいたいな。来ました、アビティクルダウン10パー短縮、そして即座の進化来ましたよ。ファフニールの息進化、名前変わんないもんね。うわこれはやばすぎる息でもなんでも、もうファフニールレーザーです。これはファフニール破壊レーザー、めちゃくちゃ強いじゃん。ちょっといていていて、地雷もなんか気になるね。じゃあね、もうすごいんじゃない。もうイメージが湧かないね。もうなんかばらまくんじゃないかな、地雷を。エリートウェーブ、エリート関係ない関係ない、もう失われたエリートウェーブ。いていていて、タイミングタイミング行ったり。ファブニール、もう進化無理そうなんで、どっちかあげます。出た方でいいかな。ファブニール、ちなみに496ダメ。まあまあ、攻撃速度、いやーまあそうか。お、45%やば、いきます。さあ、多分ダメージ的には圧倒的に巨人の歯、まあ早かったしね、なんだろうけど、どんだけ負けれるか、このハフにいる破壊レーザーが。いや、これちょっといろいろ見たいっすね。全然違うね、この前進化なかった、まあ、最近のアップデートに書いてあったやつなんですけど、だいぶゲーム性変わってますね。これがあるないで全然違うじゃんこれじゃない時の武器との差がすごいね。なかなかここまで変わるゲーム見ないですけど、両方なんか微妙な武器かなって。ちょっとやり飛ばすやつと、ちょっと息が出るやつだったんで、それがもう全然違う武器になりましたね。他の武器も全然イメージできないから、スケールついて出現頻度上げてちょっとまたやってみたいですね。いろいろ見たいけど、雷はちょっとリベンジしないともったいないな。これ飛ばす系ね、スルトのインフェルノとか、こういうの上げてみたらどうなるか気になるよね。巻き上げながら全員殺すんじゃないかな。で、また来たボスにどうなるか。もう戦えそうですけどね。もう全然。あいつを落とすか。
さっきは攻撃させたからやられたっぽいんで、能動的に殺しに行けば、落としましょう、あいつを。馬乗り勘違い野郎をね。馬乗ってたかな？わかんないですけど。千ダメ行きたいな、でも。火あげればいいかな。来ました。あ、いや、斧にしようかな。1019ダメージ。さっきとダメージが違いすぎる。別ゲーのような火力。残り2分、もうザコ狩りですね。2分間のザコ狩りを経まして、行きましょう。序盤経験値は重要そうですね。まあ、出ればってとこあるんだけど。あるなしでこの取り方が全然違うんで、強化にせよね。ザコフナイス。まあ、もう終わりますけど。あった方がいいのかなと。で、武器の進化は何が何でも狙うべきだね。見たことなかったんで、まあ、どんくらいの強さかなっていうのでちょっと舐めてましたけど、スキルツリーも使って出やすくしないとただちょっと難しそうで、スキル交換があるから完全にその6個か集めればそのスキルしか出なくなるってゲーム性じゃないので、他のが出てしまうから、まあ、狙った属性を集めて出現頻度を高めとかないと、まあ、この、ね、経験値で使っちゃうんで、まあ、そこを経験値上昇でちょっと補いつつやればだいぶ使いましたけど、できますせと。1160ダメージ。あと1分ね。経験値集めて、ここは炎系、あ、でもいいね。もう意味なさそうな気はするんだけど、早すぎてめっちゃいいクールダウン。攻撃速度 170% 取れてます。経験値があることによってでかいのも取れてますね。さっきなら多分取れてない。高すぎて。それもいけちゃうよと。あ、で 10% 短縮。あ、斧か。1.12 レベル。もう1個は進化できたね。そうなると。余剰分が14レベル分ありますね。まあでも、あれか、1引いてなんで、12レベル分だね。まあそれでも、まあ、5でいけるから2つ進化できたでしょうけど、いや、まあ強いものを強くしよう。より強く。さっきとレベルの感じが多分違いそうで、来たね。いや、でも殺せないな。やっぱ終わるでいいのかな、これは。余剰の時間なさそうですけど、さ、ダメージは巨人の歯723万ダメージか。で、半分ちょっとですかね。まあ、他のなんてほぼ出ないんで、まあ、もう桁違いでありますけども、全然追いつけそうね。10倍を超えてます。で、20、おお、めっちゃ上がってる。あれ？さっきより上がってない？なんなら。さあ、エンドレスがないのかな。500% 上げますけど、で、4ポイントあるんで、ちょっとここで外して、左目12とか効いてたか、ちょ、回してちょっとまたやってみようかなと思いますけども。そう、今回ね、こちらのアスガルズホールオリジンズ、まあ、無料でまだね、製品版じゃないんですけど、アップデが頻繁にありまして、
以前はね、敵の数も少なく、まあ、技も進化せずって感じでしたけども、敵の数が増えてて、まあ、数、まあ、種類だけですかね。まあ、攻撃パターン変わってないですけど。それと、武器の進化。これ、大目玉ですね。大目玉が来まして。ここでより多分高い難易度に挑めそう。前からありますけど。で、スキルツリー自体はどうですかね。まあ、これ、完全版、製品版ですけど。物理に関してはめっちゃあるんで、物理キャラ最強を作ることはできなくないね。もし高難度行くならここがメインかなと思います。まあ、今回使ってない物理系ですけど。